サービスの知りたい丸々な人第2弾、レッドウルフっていう、あ、レッドウルフ、レッドウルフっていう名前でリリースするんですけど、いや、今回は一寸法師の日野熊さんと、日野熊です、イエイ、唐揚げのオーシャン吉田くんと、存じ上げてるとアズイズファームの、片岡くんです。はい、タービンの知りたい丸々な人第2弾ということで、ウェーイ、よろしくお願いします。はい、株式会社一寸法師の日野熊です。八代でちょっと面白いことを始めたいということで企画会社をやってます。株式会社オーシャン唐揚げをやってます吉田です。よろしくお願いします。以上でアズイズファームの片岡です。八代で変なトマトいっぱい作ってます。よろしくお願いします。本当にそれでいいの？変なトマト変なトマト、それが売りだもんね。うん、野菜のそれぞれの個性があるけ、うん、もう変なのも個性だけ、それでいいってよ。別に甘くて美味しいが正解じゃないけ、うん、なんだっけ、ミュージシャン誰、アド、アドね、顔出し NG の、うんうんうん、あのノリあのノリ今回はまた、ユニバーサルホーム八代店さんの、展示場を借りて撮影しております、はい、それからこちらが高見商店さんのからし連合ですね、うん、これが名物生からし連合はい、うん、今回も生だる市場さんの、ビールサーバーをお借りしていただいております。今回は札幌黒ラベルをいただきます。よし、それでは、皆さん乾杯、イエーイ、お疲れ様でーす。あー、うまい。からし麺粉ちょっともらっていいですか。あー、これ一応そのからし明太子味とからしれんこん味、日本酒でもチューハイでもビールでも何でも合うと、オーシャンの唐揚げ、いや美味しそう。よだれが出ちゃう、よだれが出ちゃいますいただきます。うん、もっ、あ、うまい。これ柔らかいですよね、うん、オーシャンの唐揚げ。子供が好きですもんね、これ。そうなんですよね。あ、タミウマですこれがね、タミウマなんですよ、本当に。お店は夢タウンと、本店の松崎町、全く正面、そこのね、と、くまモンポート。くまモンポートは、まあ、日曜日だけとか、イベントがあるときに今開けてるんだけどね、うん。キッチンカーが2台。車が可愛いから、うん、こう食べに行ったときに一緒に撮りたくなるんですね。これが、まあ、策略かな。押し出し、まあ、策略が。ダサいやつより可愛い方がいい、ね。可愛い。クラウドファンディング、そう。そうなんです、はい、この3人もそういうメンツなんですよね。そうなんです、今回ダチ連れてきた感じ。ダチを連れてきた僕ら未来創造塾っていう、はい、八代市の異業種交流と地域リーダー養成のための塾に通ってたメンバーなんですよね、うん、行ってたんですか。行ってたんですよいや行ってましたはい、それで、はい、ここ組めるっぽくないみたいな話になって、まあ、廃棄になりそうな規格外のトマトをオーシャンさんが美味しく仕上げてくれて、それをうちの秘密結社の小説と一緒に売ってしまえっていう企画をクラウドファンディングでやります。トマトを乾燥させたやつをスパイスにする、スパイスにする。これは完成してるやつなんですか。ほぼ完成、もうちょっとまあ、うん、改良するけど。これ今食べられる、それ唐揚げのやつかけてくれる。じゃあ紫はサラダにおすすめですよっていうのも、八代に来たらこれが食べれますよっていうことで、うんうんうん、みんなの思いが詰まってるから、うん、ユニバーサルホームの家は夏涼しく冬暖かい。
なぜなら床下ぎっしりの構造で外気温に左右されないから。地熱床システムのユニバーサルホーム。東京か事件なら物件買いでもボン。こんな土地でも困った土地でも大丈夫。ゴリゴリゴリって。あ、もう、え、匂いがやばい。ちょっとイタリアンな感じかな。言ってましたね、イタリアンな。イタリアン。イタリアンを意識してます。あ、本当だ。イタリアンっぽい感じ。うわ。これ完成でしょ。これやば。マジやばいこれ。クラウドファンディングで乾燥させる機械を設置してそう設置したいんですよ。クラフトスパイスレッドウルフっていうレッドウルフっていう名前でリリースするんですけど、ネットでも買えるし飲食店とかそういったところに飲食店さんとかにも卸してですね、レッドウルフポテトとか、はいはい、レッドウルフの何かパスタとか、あ最高だ、サラダレッドウルフサラダとかをぜひこう八代市内の飲食店さんに提供してもらって、うん、八代に来たらこれが食べれますよっていうことで、うんうんうん、いろんな飲食店さんがオリジナルメニューを作ってくれれば楽しいから。楽しいですよそれは。いやすごいめちゃくちゃ美味しいっすもんこれ。そうなんですよ。ちょっと後味にトマトの酸味が来るんですよ、うん、でそれが糸を引くような、うん、めっちゃ美味しい。加工品は初ですね。そうですね、初こういう唐揚げじゃないものを作るんで早く販売したいなと、うん、みんなの思いが詰まってるから、うん、そうそう、ぜひ皆さんのご家庭にも一本こう醤油の横にこうあったら嬉しいなっていう。だってこれ何でも合うでしょ。何でも合う、うん、何なら白ご飯にかければ。あ、白ご飯でいい。ふりかけになる。ふりかけにもなるし万能調味料だから。いやこれすごいわ、いける気がしてきた。うん、いや、ほんとよ、これは絶対に流行る。うちがやっぱ40種類作ってるから赤だけじゃなくて、これが黄色なり、緑なり、紫なり、紫はサラダにおすすめですよっていうのも面白いかな。やっぱ味がちょっと違うからって。うん、まあベースをこれにしてここからいろんなところにこう発展はできるかなって思ってるから、うん、っていうのもまた面白いかなって。あのキャンプファイヤーっていうサイト、はい、国内最大級のクラウドファンディングサイトでやりますので、うん、はい、全国の皆さんもちろんですけれども、八代の皆さんにも、うん、チェックして応援していただければなと思います。概要欄に載せておりますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゲッツゲッツゲッツ世代だもん。なんでそういう、 こう特殊な野菜をやってる。だって普通のやっても楽しくない。なるほどね。だってみんな赤いトマト作ってるのにさ、うん、よし俺も赤いトマト作るぞって言ってさ、楽しくないじゃん。おお、なるほど。これです。すごい。カラシレンコンいただきます。めっちゃ辛いカラシレンコン。涙出てくる。辛っ。うん。でも美味しいね。うん。クラウドファンディングってスタートダッシュがものすごい大事なんですよね。ああ、そうなんです。そう、最初の時期に3割近いあの支援をいただけると、うん、その後の成功率が全然違う。そういうのあるんだ。っていうのがあって、最初に応援してもらえると、はい、本当に後がスムーズに流れていってくれるんで、なるほど。乾燥機のためにぜひ。うち冷凍唐揚げ、これが今新発売出たから、お弁当に入れる唐揚げあるじゃん、ほら、うんうんうん、冷食に、うん、あれのうちバージョン、まあ、いろいろね、冷凍食品って日持ちするし、うん、お母さんたちとかその共働き世代には重宝されるよねっていう。あ、じいちゃんばあちゃんたちとかも火使わんで唐揚げが食える、うん、そうね。辛いコンが辛かった。いやマジ辛い。辛いけど美味しい。美味しい。高見商店のね、話パンチが効いたね。パンチが効いてる。美味しかったです、先輩。美味しかったです。チャンネル登録と高評価
よろしくお願いします。